怪しい中国ラバーが送られてきました。ご紹介したいと思います。ゴールデンブレイクっていうラバーとロキっていう、こちらワンハオ選手ね、元世界選手権とかね、中国で出てた方の監修するメーカーのラバー、なんとかプラスっていう、すいません読み方が。こちらですね、以前も中国ラバーをね送っていただいた、こちらの平たくチャンネルさんの方で、なんか面白いラバーないですかねっていうのを相談したところ、こちらのね2種類をなんと送っていただきました。ありがとうございます。平たくチャンネル並びにショップの方は概要欄の方に貼ってあるので、今回ご紹介するラバーはどちらもねネットショップで買えると思いますので、 YouTube のチェックとともに気になったラバーがありましたら、はい、ご購入検討してみてください。というわけで今回の動画では、まあ、2種類あるんですけど、こちらのゴールデンブレイクの方押し出していきたいと思います。で、事前情報はですね、あえて仕入れておりません。ちょっとだけね平たくチャンネルさんの方の動画はね公開した時に軽く見たんですけど、そこまでこう全編通して見てたわけじゃないので、本当に前情報はそこまでない感じです。じゃあまずねこちらパッケージ開封からやっていきましょう。はい、それじゃあまずはゴールデンブレイク開封してみましょう。いやーこれやっぱ中国ラバー系はねワクワクしちゃいますね。あ、シートがついてる系ですね、こんな感じで。で、後ろはなんかこの補助剤的なのは塗ってないタイプみたいですね。匂いは、あんまり中国ラバー感はないかな。うん、そこまで臭さは、まあもちろん匂いはあるんですけど、そこまではないですね。じゃあシートを見ていきましょうか。じゃじゃんと、シートの質感はまあ結構綺麗ですね。こちらちょっと端っこが若干ね見えるかな、ちょっとまあここカットする部分なんで関係ないんですけど、ちょっとこうシートとスポンジが、まあ、剥離してるのか潰れてるのかっていう感じになってますね。まあ中国ラバーの品質だからなのかな、ちょっと個体差があるのか分かんないですけど、僕のもらったものはね、まあ、たまたまこうなってました。はい、シートの質感は僕の見る限り結構中国ラバーのようなテカってる感じっていうよりも、普通になんかテンションラバーって言われたらまあ信じるんかなっていうような感じですね。はい、でこちら今回あの比較として、僕以前ね国際卓球さんで購入した定点、これすごいね良かった粘着ラバーだったので、これのねあのその時購入したものがまだ残ってますので、まあ、ほとんどちょっとね汚れはついちゃってるんですけどありますので、これとね比較していきたいと思います。ラケットはせっかく粘着ラバー使うなっていうことで、僕があの日卓契約時代に使ってたマロンカーボン2を引っ張ってきて、まあこれの方がねやっぱ粘着打つの合うかなっていうことで、こちらのラケットにね貼ってやっていきたいと思います。まずは粘着チェックいきたいと思います。これ開封したてです。お、粘着がほぼないですね。で、僕の中で粘着が少ないっていうのは評価高いです。粘着僕いつもね落としてから使うタイプなんで、これもう開封してすぐ使えるタイプですね。いやす。じゃあまず定点から。あ、お相手はあの吉野にお願いします。何年ぶりの卓球ですか。1年半ぶりぐらいで、まだアップしてないんで、ちょっとミス多かったら吉野のせいです。お願いします。はい、まあ定点はいい感じですね。続いてゴールデンブレイクいきましょうか。定点。ゴールデンブレイク。こっちの方が気持ちちょっと音が高いかな、フォア打ちの。うん、ドライブいきます。ああ、もう一回定点。
はいはいはい、うんとね、打球音が全然違う。定点はすごいカチッっていう音が鳴って飛んでいくラバーで、ゴールデンブレイクの方は結構音は無音に近い、無音に近いんだけど弾みは同じぐらいある。うん、触った感じはそこまで変わんないんだけど、打った打球感はその音をちょっと低くして打球感もちょっと柔らかくした感じってイメージですね。ちょっと弾道を比較していきます。よろしくお願いします。はい、次ゴールデンブレイク。どっちの方がボール来る？定点だそうです。多分これね、打ち方の問題だな。どっちも僕結構ぶつけてから擦る打ち方なんですけど、多分カチッってなる定点の方がボールをカチッって掴む分、僕の弾き打ちでも結構回転が乗るのかな。逆にこっちの、ゴールデンブレイクの方はそこまでカチッっていう掴みはないんだけど、もっと擦る系のより純粋な粘着ラバーよりの打ち方をする人には多分こっちの方がね、絶対重いボールは出るんじゃないかなっていう僕の手出した感想ですね。せっかく吉野いるんで、吉野用具とか全くわからないタイプですけど、ちょっとだけ打ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。それは違う。1年半ぶりにしたらうまいです。え、どうですか？え、まあ普通。え、重い。重いよね。ラケット何グラムあるの？はい、次、なんとかブレイク。いやいや、ラケットの重さは変わってないでしょ。え、でもさ、じゃあラバーの重さが違うよ。あー、そういうこと？重心の問題で。重心が違う。そう。あ、軽く感じる？こっちの方。そう。おー、なるほど。そういう人。全然違う。振るのが重いから、グッて掴んでる感じがするの。ああ、それもあるのかな。うん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、オッケー。どう、ガジル知ってる？うん、知ってる。はい、じゃあ最後にね、ちょりやっていきましょう。もう粘着はここが大事。いきます。最初点点。うわあ。マジで渾身の処理。うわあ。はい。あ、じゃあ次ゴールデンブレイク。うわあ。やりづらい。ちょっと今のすごかったの。うん。結論としてはね、最後の方にもちらっとお話ししたんですけど、僕の中でかなり評価が高い定点と上回転打ちだったら、正直こっちのカチッって言ってヒュンって飛んでいってくれる定点の方が好きでした。ただループドライブとかのこの掴む感じは僕はゴールデンブレイクの方が良かったし、
最初からこう擦りに行くような粘着ラバーの打ち方をする人ってこれもたくさんいるので、そっちの方は僕はゴールデンブレイクの方が絶対球は走るんじゃないかなっていうところで、思ったよりもね、いいラバーでした。これ別にこのラバーいただいたからいい評価をしてるとかではなくて、僕の中ではどっちかといったら僕の打ち方では定点の方が好きなんだけど、ゴールデンブレイクの方がハマる人もいるんじゃないかなっていうのは本当にね、忖度ない意見として思いました。ぜひね、こちら気になった方は概要欄から購入できますので、ぜひ一度買って試してみてはいかがでしょうか。というわけで今日の動画は終わりです。次回の動画もお楽しみに。ではまた。卓球ユーザーに最適なお仕事探しは卓球人 .com。 キャリアの無料相談をやっているので、ぜひ一度概要欄から相談してみてください。卓球用品のご購入は卓撃屋がおすすめです。イベント豊富なオンラインショップにぜひ一度顔を出してみてください。